そんなトレーニングの合間に羽生選手を癒すものは何でしょうか、はい、チョコとか結構食べてます。甘いものは食べますか？結構好きです。まあ、基本的に食が結構細いんで、全体的に、はい、朝食、昼食とかあるじゃないですか。でその3食の間に結構大量に食べることができないんですね、だからチョコチョコとチョコうまいですね食べてます。あと勉強とかの時にはあの糖分が結構頭に必要じゃないですか、だからそういう時とかは、まあ、意識して食べたりはしてます。大学生になりましたからね。そうですね、結構勉強大変です。それでは